キングプリンスの長瀬連、24がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングプリンス長瀬連のレディオガーデン、通称、ワラジ文化放送の8月23日放送会にゲストとして高橋海人24、さらに岸優太27もサプライズで登場し、多くのファンが驚きの声を上げている。今春 番組がリニューアルしてから初のゲストとして高橋が登場。2人体制になってから初のアルバム、ピース、がリリースとなり、間もなくツアーが始まるということで、久しぶりに高橋を番組に招くことになったという。番組冒頭、長瀬と高橋がトークを繰り広げる中、突如としてトイレに行きたいと言い出した長瀬。高橋がなんとか1人でトークをつないでいると突如として、え と声を上げ、永瀬の笑い声が、さらに高橋は、え、待って、どういうこと、キャシ騎士、くんじゃん、と大混乱、そんな中、ご無沙汰しております、と挨拶したのは5月22日に金ンプリを脱退した騎士だった。永瀬から、サプライズでもう一人ゲストを呼んでしまいました。岸優太くんです、と呼び込まれた岸も、どうなってるの 聞いてる話と違うんですけどと高橋と同じように状況が飲み込めていない様子永瀬が「アマは岸さんが来ること岸さんはアマがスタジオにいることを全く知りませんでした」と説明永瀬は2人をサプライズで鉢合わせるためにスタッフやマネージャーと連携していたといい岸は「そういうことかやられたわ」と愕然としつつも3人でのトークがスタート この日が3から4ヶ月ぶりの対面となった岸は、連絡はちょいちょい取り合ってた、と言い、高橋も番組見たよ、とか、リアタイしたよ、とかめっちゃ言ってくる、わら、と嬉しそうに応じていた。永瀬はメイクさんから聞いたんだけどさ、岸くん、映画のプロモーションの取材とか受けてたやん。メイク中、何者、2人体制になってからの初シングル、6月21日発売。 歌ってくれてるんやろと話し、岸も、めっちゃ耳に残んのよ。マジで、ちゃんと残ると相変わらずの仲の良さを発揮。そこから過去に岸の誕生日に、平野翔、26と神宮寺勇太25も含めた5人で食事会から飲み屋にはしごしたエピソードを爆笑しながら披露するなど、改めてメンバー間の絆の強さが垣間見え、 番組終盤には次週も3人での放送となることも発表された。高橋、さらに岸のサプライズ登場に、はぁ、あ、泣いた、ありがとう、安くん、企てくれて、神回、もう言葉にできないくらいの感動、海ちゃんの驚きのとこから涙が止まらなかった、これからも5人が仲良しでいられますように。久しぶりに5人のエピソード聞けて嬉しかった、やっぱり揃ってこそのキンプリで揃ってるから、メンバーもティアラ、 キンプリファンの総称も心から笑顔になれるんだろうな。といったコメントが殺到深夜の放送にもかかわらず「シャープにはラジ」y XTwitter のトレンド1位になるほどだった脱退して以降グループに泊まった長瀬さんと高橋さん岸さんの交流はありませんでしたそれがラジオで突如として実現したわけですからファンが興奮してしまうのも仕方がありませんよね ちなみに長瀬さんは放送前日の23時にブログを更新。わらとお対応する岸くん公文と呼ばれる岸さんがよく使う文体でブログを綴り岸さんと再会することを匂わせていたんです。女性誌ライターレンのブログだからあんなにわらと。ついてたのか岸くんぽいなって思ったよ匂わせ大成功だよ。見る人が見たらわかる岸くん公文かな。 ってなるし、でもそれ以外は何もヒントがなかったのも私が好きな告知範囲で変な匂わせがないところが本当にラブです。といった声も上がっていた一方でラジオで本当に楽しそうに話す3人の様子に何でバラバラになってしまったのかと改めて戸惑う声も多く出ていますね前室の女性誌ライター涙が溢れるねこの感じ大好きなのにねなんでなんだろう とまた頭の中ぐるぐるるで、なんで5人バラバラになったんだっけああなんで脱退したんだ。3人とも一緒にいた方が幸せそうだったじゃん。絶対ジグヒラもリア対しながら笑ってるよ。といったコメントも殺到している。5人でしっかりと話し合って決めたことですから、外野がどうこう言っても仕方がないのでしょうが、確かに3人のトーク。 平野さんも神宮寺さんの話も出てくるのを聞いているとなんで2人と3人にバラバラになってしまったのかわからなくなるほど今でもメンバーの中が良いことが伝わってくるんですよね全道。今回のラジオは改めてなぜキンプリは分裂してしまったのかということをファンに感じさせるものにもなっているようだが来週の「庭ラジ」でも永瀬高橋士のトークに期待したい。